今年もまたインフルエンザの洗礼を受けた東京。2月21日現在、早くも109名の犠牲者を数え、1000万都民の6割は風邪ひきばかり。町のお医者さんは開闢以来と日に100人以上の患者を相手に大奮闘。ところがワクチン不足とあってマスク屋さんはとんだ書き入れ。その上今年はアクセサリーも兼ねてナイロン入りまでお目見え。市場も薬屋さんから駅の売店まで進出しました。またサービスをモットーとするある社員食堂では給仕さんがついに全滅、コックさんが後片付けをする始末です。一方、全滅状態の小中学校のうち世田谷中丸小学校は去年の予防接種で学級閉鎖ゼロの成果を上げました。またカラカラに乾ききった東京には相次いで悪質な放火事件が発生。中野ではポスターで警告、池袋では機動隊まで出動。検挙と予防の二面作戦です。そして18日の日曜日には本年最高戦後タイ記録という68件を記録。異常乾燥は招かざる副産物をもたらしています。